感染症のの世界的流行国地域ごとの新型コロナウイルス感染症流行状況ヨーロッパにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況をオーストリアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況をオーストリアにおける2019年コロナウイルス感染症の流行状況ではオーストリアにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況について述べるオーストリアでは 2020年2月25日に一組の症例が確認された。この症例はイタリアのロンバルディア州から旅行に来ていたそれぞれ24歳の男女でインスブルックの病院で治療を受けた。なお、同年6月23日のオーストリア当局の発表によると実際の国内での最初の症例は2月8日にチロル州のイシュグルで確認された。 対数スケールで表した感染者数と死亡者数2月25日、オーストリアで最初の新型コロナウイルス感染症の患者2名が確認された。イタリア・ロンバルデア州から来たそれぞれ24歳の男女が検査で陽性となり、チロル州インスブルックの病院で治療を受けた。2月27日、ウィーンの72歳の男性が新型コロナウイルスの陽性反応が出る前に、 インフルエンザの症状で、ルドルフ・シュティフトング病院に10日間入院した。その後、カイザン・フランツ・ヨーゼフ病院に転院し、新型コロナウイルスの陽性が確認された。カイザン・フランツ・ヨーゼフ病院には、検査で陽性となった夫婦と、その夫婦の症状が出ていた二人の子供が入院した。この家族は以前、イタリアのロンバルディア州で休暇を過ごしていた。2月28日、 子供の一人である15歳の男性に陽性反応が出た。これにより、彼の高校では4人の教師と2003年から2005年に生まれた23人の生徒が隔離のために家に帰され、予防措置が取られた。3月1日以降、ドイツ及び北欧諸国の当局は、チロル州のスキーリゾート地であるイシュグルを新型コロナウイルスの主要なホットスポットとして認識し始めた。 最終的には2月下旬以降に発生した数百人の感染者がこの街に関係していたことが分かった。チロル州の当局は当初はリスクを軽視していたが3月13日に街全体を封鎖した。3月10日政府はすべての大学が遅くとも3月16日までに授業を終了することを発表した。500人以上の屋外イベントと100人以上の 屋内イベントはすべて中止となった。また、14歳以上の子供たちには3月15日から、それ以下の子供たちには3月17日から、自宅待機を命じた。これらの措置は4月4日まで適用された。さらに、イタリアから入国する者への旅行制限が設けられた。政府は、一般市民に社会的接触を避けるよう要請し、さらに近日中に、 さらなる制限を行うことを発表した。3月12日、オーストリアにおける新型コロナウイルス感染症による最初の死亡例が確認された。死亡したのは、ウィーン在住の69歳の男性で、ウィーンのカイザー・フランツ・ヨーゼフ病院に入院していた。保護用のマスクウィーンでのコロナウイルスによる規制に、対する抗議活動ウィーンでのコロナウイルスによる規制に、 対する抗議活動をオーストリアにおける2020年の浄化死亡ファイザーバイオンテックコビット19ワクチン3月15日には5人以上の集会の禁止が発表され同17日からはレストランの閉店が命じられたさらにチロル州知事のギュンター・プラッターは州全体で1週間の封鎖を発表したチロル州の住民は食料や薬の購入や医療機関への通院 現金の引き出し、犬の散歩など、必要な場合を除いて自宅に泊まることが要請された。3月16日から4月20日までの間、全国的に以下のいずれかの理由以外で外出できなくなった。3月27日、リドルフ・ワンショバー連邦保健大臣は、オーストリアでは感染拡大のピークが2020年4月中旬から5月中旬になると予想していることを発表した。 3月30日、オーストリア政府は4月6日から店舗に入店する人は全員マスクを着用しなければならないと発表した。また、同日無作為検査を実施することを発表した。4月1日から4月6日にかけて空研究所がウイルスの影響を受けた地域で無作為に選ばれた2000人の候補者に連絡を取り、そのうち1544人の候補者に検査を 実施したこの調査に基づき、非入院患者の感染率を再計算したところ、約0.33%と推定された。この結果は4月10日に発表された。4月14日、公共交通機関でもマスクの着用が義務化された。10月13日、3月に発生したイシュグルでのアウトブレイクの調査結果が発表され、リゾート施設の閉鎖が遅かったことや、 観光客の退去が秩序率って行われなかったことなどが原因として指摘された。完全閉鎖が発表された時には数時間のうちに数千人の観光客が退去しようとしていた。オーストリアや他の国々が過去の失敗から学ぶことが期待された。11月17日、2度目のロックダウンが12月6日まで実施された。これは 新たな患者数を大幅に削減し、病院の負担を軽減することを目的としている。2020年11月、インスブルック大学は、一緒ぐるで2回目の抗体調査を行った。この調査で、血清有病率は依然として45.4%で、あることが判明した。2020年4月の最初の調査では51.4%だった。2020年末のオーストリアでの、 新型コロナウイルス感染症の第2波は、イシュグルでは広がらなかった。第1波では、イシュグルの1600人の住民のうち、2人が死亡した。9人は病院で治療を受け、1人は集中治療室で治療を受けた。12月26日、3度目のロックダウンが2021年1月24日までの予定で実施された。その前の12月7日から25日の間は、 クリスマス休暇前後のクリスマスショッピングや家族の集まりを可能にするために規制が若干緩和された。第3次ロックダウンの目的は新規感染者数をさらに低下させることである。2月8日よりロックダウンが解除され、小売店、学校、サービス業者、博物館、公園、動物園などの営業が再開されたが FFP にマスクの着用が義務付けられるなど、 厳重な防疫措置が取られた。美容師やマッサージセラピストは認可された医療検査機関での48時間以内の検査が陰性である場合に限り客にサービスを提供することができる。スタチスティックオーストリアが発表した速報値によると2020年にオーストリアで死亡した人は9万517人で2019年から8.6%増加した。 過去5年間と比較して死亡率が著しく高いことで定義される超過死亡は3月と4月の第1波で発生し第2波では10月以降にさらに顕著に発生した2021年2月には死亡者数が5年平均を下回りオーストリア国内では超過死亡は発生しなかったありがとうございます